すごいですね、最近のね、フライパンは。あんな柔らかいんですね。あの大ちゃんの力がすごいんですけどね。大変からです。よろしくお願いします。まあ、長いこと芸人やってるんですけどもね。まあ、この間大学生と一緒に喋る機会がありまして、大学生のこと喋ってたんですけどね。芸人さんですか？じゃあ、なんかおもろいことやってくださいよって言われてね。じゃあもう、いやー、ほんまにもう、言ってね。誰でもできるあれやったんですよね。誰でもできるやつ。いやほっぱりもうね、もう僕はね、もうほっぱりゆで卵はね、もう好きなんですよ。もう早口言葉言います。生麦ゆで卵ゆで卵はね、もうほっぱり好きなんだよ。だからね、ほっぱりもう1かけ3個するに3ポールやらすなって。ほっぱりもう、まあ、僕野球選手やからね、ほっぱりあのね、僕はあの王貞治と同期やからね、もうほっぱりもうね、僕はね、もうお笑いじゃないっちゅうな、ほっぱりやり倒したんだ。ずっと間が合わないんですよ。普通に、いや、ここやったら受けへんの分かりますよ。ここやったら受けへんけど、一対一でバンドエイジやってんだから、お挨拶でも笑えよって思うじゃないですか。なんですかそれ。いやいやいや、あのバンドエイジのものはね、バンドやけども。バンドエイジって誰ですか。バンドエイジ知らんの。いや、もうでもそう考えたらそうなんですよね。だから坂東英二を知らずに生まれてきた子供が育ってるわけですよ。もう最近あんまりテレビ出てらっしゃらないですからね。だからもう、坂東を知らずに僕らは生まれた子供が歌う世代ですよ、ね、でも僕らバリバリの坂東世代じゃないですか、ね、もう坂東世代、我々坂東世代のこと英語で何て言うか分かります？これ坂東英二って言うんですよ。すいません、うまいこと言ってしまいました。うまいこと ありがとうございます。なんか天ぷら揚げてるみたいな拍手ありがとうございます。いやーまあね、やっぱり息の長いね、活躍をしないとダメですよね。そう考えたらスーパーマリオってすごいですよね。あのおっさんね、スーパーマリオって発売されたのが1985年ですよ。だからもう今年で36年ですか。で、今年2021年の3月18日にユニバーサルスタジオジャパンっていうところで、あのスーパーマリオのゲームの中の世界っていうのがもう実写でバーンってできてるんですよ。もう最近、もう先週ですか、もうあ、行ってきはったんですか。あ、すごいタイムリーですね。まあ、僕写真だけで見てるんですけど、すごいですよね、あれ。で、あれ何がすごいと、あんなマリオなんかただのひげ生やした小太りのおっさんですよ。あのおっさんがもう40年近く愛され続けてるからもうほんまにすごいですよね。あれを作った宮本茂さんもすごいし、マリオもすごいと。あのマリオのそっくりの おっさん、よう知ってますけど、うちの近所いるんですよ。マリオそっくりのひげ生やしてこう腹立てるおっさん。もううちの師匠の葬式に入る木がねえんだよとか言ってスカちゃんでうろちょろしとったおっさんね。そのおっさんがまあまあおもろい言うてるから、 M1 グランプリの、ね、あの予選に出したら滑り倒して1回戦敗退したって、そのおっさんがいるんですよ。あいつ全然人気ないですからね。マリオはなんで人気あるのかっていう、あれ なんであのヒゲだらけのおっさんなんや言うたら、最初ファミコンってそうなんですよね。キャラクターを動かすために16ドット16ドットというその正方形を16個並べたやつで、おっさんを表現しちゃいかんわけですよ。じゃあ髪の毛なんか表現してられへん、どうしよう、帽子かぶせようと。おお、だ目にドットで、口かかれへん、どないしよう、あそうや、ヒゲ生やしたれ言うんで、で手と足の動きがこれとこれとこれしかないわけですよ。3パターンでどない、手足の動きどうしよう、そうや、オーバーオールで目立たせようでマリオができたわけなんですよ。すごいですよね。デザインの宮本茂さんいう方があのスーパーマリオをデザインしたりとかね、あのデザインした人もすごいんだから、それを出させた社長もすごいですね。山内社長ですね。売れるゲームを作れって言われたところでね、どんなゲーム作りましょうってね、こんなんどうでしょう、おっさんが冒険するゲームです、よしそれで行こうってなるか普通、ね、それでおっさんが冒険するゲーム、弱いな、それおっさんはなんで冒険すんねんな。そうだ、お姫様がさらわれたということにしましょう。女目当てかいな、女目当てのゲームかいな君。お姫様は誰に誘拐されたんや、それはな、誰と戦うねん、それは亀に叩かれたことに、亀どうなりますか。ようあれをマリオを出そうなと、ゲームにしようなと思ったと、それがすごいですよね。だいたいキノコを生で食べてスーパーマリオにパワーアップするって、キノコ生はやばいやろって話ですね。スーパーのキノコで生で食べてええのはマッシュルームだけなんですよ。もうしめじもしいたけもえのきも全部生で食べたらダメですよ。しいたけも真っ先もダメですからね。でもキノコを生でた、なんでキノコ食べてパワーアップすんねんと、ゆで卵を食べたらパワーアップすることにしてないんだ、ほんまにもうね。ゆで卵をひとしくんが食べたらスーパーひとしくんになるみたいな、ゆで卵にしてないんだほんまにもうとか、あんなこと言ってますけどね。そのあたり人気出てない、スーパーひとしくんやったら人気出てない、スーパーマリオくんやから人気あるわけでね。あと
スターを取ったら無敵状態になるって、あれもまたすごいですよね。スターを取ったらもう無敵状態になるから、うわーって調子乗って走ってたら穴に落ちて死ぬっていうね。あれとんでもないですね。だからスーパーね、スーパーマリオじゃないですね、あれはスーパーマホト君みたいなやつがね、一寸先は闇みたいな感じでね、マホトね、 YouTuber のね、まあ自信ネタを持ち込んでるんでね、まああれですね。で裏技なんてのがありまして、雑誌を買った人だけ裏技ができるっていうね。あのファミリーコンピューターマガジンとかファミコン通信とか、ここにね、雑誌にね、雑誌買ったら裏技っていうのがあって、その裏技見た人だけができる技があるんですよね。だから裏技、どんな裏技やろか。天井にマリオが登って、でこのコイン何枚取ったかっていう、このコインのマークのところがあるんですよ。そこに立ってしゃがんだら、股間からコインが見えて、金玉みたいに見える、金玉マリオとかで、金玉に見えるという、金玉マリオ、どんな裏技やねん。やめさせてもらうわ。ありがとうございました。ありがとう。はい、どうもありがとうございました。世界最高地下、最高齢地下アイドルのプリンセス安子さんでございました。声援がもう。あれでも歌詞で、60歳言ってますけど、あれ歌詞。間違ってる、72ですね、今。71でしょ。10年経ちましたから、もうだから10周年ですよ。まあね。ありがとうございます。今日はだから、どうぞ体お大事にのところ、僕らも歌ってたんですよ。あれと思って、俺らがさっきにあれと思って、俺らの方が歌詞覚えてるやん。ね、何番目やったかなとか思ったら、あ、これここかという感じ。ね、やっぱりあれですね、やっぱり3曲あのラブホーも一人で歌うとなんかやっぱり感じ変わりますね。ちょっとラブホーみたいな感じ。そうそう、もうね、はい、歌詞をちょっと間違えるところが欠点ですが、はい、ご愛嬌ほて。しかも今日はあれでしょ、風、春一番で風が強いから、もう何遍スカートめくれそうになったか、もう違う意味でドキドキしましたもん。おっちゃんそこでいやめくれんじゃない言うてましたもん。丸見えなんです。あ、お尻丸見えらしいですよ、皆さん。2000でお尻丸見えらしいですよ。なんか、なんかあの皆さんにお知らせ。告知が、なんかラジオ出はるそうで。奈良の FM テレビの FM ラジオです。FM テレビで。FM テレビなんか見たことないですよ。FM テレビと間違えてるじゃん。うまいね。4月15日に出ます。4月15日にプリンセスやす子さん出られそうなんで、あ、もう一個。もう一個。もう一個。10周年記念で、10周年記念、デビュー10年、うん、はい、CD を発売します。 CD 発売すごいですね。もうもうあのベスト版出されてて、さらに新曲、新曲出すんですか。10曲、32曲入りの CD を発売。32曲そんなあるんですか。32曲あるんですか。ちょっと持ってきますね。あ、32曲入りの CD が、それ錦浜町のメスライオンとかも入ってるんですか。みんな入ってます。コベストバン、遠心力を制御せよとかも入ってるわけですよ。なんで俺こんな知ってるの。4月の17日ですね。4月17日、第3土曜日に、13時、14時、15時、3回公演でやっておりますので、はい、その時にあの CD 持ってきます。 CD、はい、CD、32曲入り、発売されますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、あの Twitter とかもね、Twitter されます。ポコちゃんもポコちゃんもされてます。よかったらまた発表の方も、ライブ配信、毎日、はい、毎日遅い時間からやってくるんですよ。10時から12時ぐらいで、毎日一生懸命やってます。夜の10時から夜の12時ですね。毎日一生懸命やってます。毎日一生懸命やってます。はい。ね、この間緑でしょうね、髪の毛。今日見てたの。なんで俺見てんのよ。そうそう。はい。ということで来月もぜひ、よろしくお願いします。はい、無料ライブなんでね。はい、今来られた方、今なんかたくさん人が集まってこられましたけど、今ちょうど終わりなんでございます。はい、よかったですね。よかったらまた来月、4月の17日で、4月17日、13時、14時、15時、3回超えてやってます。ぜひよろしくお願いします。はい、この出演者ね、今日載ってますので、こちらの皆さん、あのツイッターとか SNS やってますので、そちらの方またフォローしていただければと思います。はい、というわけで、ビオルネお笑いライブでした。どうもありがとうございました。